12ポンドアームストロング砲は1859年設計の3インチ5層、色紙情報。後期モデルの72インチ長方針と汚染12ポンドアームストロング砲は、当時の他の大砲と比較していくつかの先進的な面があった。最初期の近代的な後装砲の一つであり、砲の先端からではなく、後方から、創薬、砲弾を装填できるため、 発射速度が向上した。砲弾は鉛でコーティングされ、砲身内空の旋回する溝に噛み合って、発砲時に回転が与えられ、従来の大砲に比べて射程及び精度が向上した。鉛のコーティングが砲弾と砲身内空との隙間を防ぐため、発射ガスが漏れる無駄がなく、従来の約半分の創薬量で同一の射程が得られた。方針は連鉄製であり、 一旦熱して内径を拡大させたコイルではめ込んだ創生方針であった。コイルが冷却されると方針はコイルにより締め付けられる状態になる。これにより発砲時に熱と圧力がかかっても方針が拡張しないようになっていた。この方式の採用により従来に比べて方針が軽量化されている。12ポンドアームストロング砲はイギリス陸軍が最初に採用した後そう。 四季市長野報で1859年に9ポンド前装、格好法を置き換えた。初期モデルは方針長84インチで、ボア長は73.375インチであった。イギリス海軍は方針長72インチ、ボア長61.375インチのものを採用したが、これは単に方針を12インチ切断しただけであった。1863年からは、 陸上用、艦上用ともに単方針タイプが通常モデルとなった。新技術を導入したために、当初陸軍が予定したものよりは高度なメインテナンスと、砲兵の訓練が必要となり、結果実用においては信頼性に欠けるとの評判を得てしまった。このため、1871年により簡便で安価な砲弾を使用する9ポンド前装ライフル砲が採用されることとなった。 ビクトリア植民地は、マウリ戦争の際に、ニュージーランドに6門の12ポンドアームストロング砲を輸出している。弾薬と備品も含めて、総額3592ポンド1シリング8ペンスであった。砲は、兵員輸送船ヒマラヤに搭載されて1863年11月7日に、メルボルンを出港、11月11日に、オークランドに到着した。 ビクトリア政府は1864年に、騎馬砲兵用に6門を追加購入している。このうちの1門は、レストアされて、キャンベラのオーストラリア戦争博物館に展示されている。6門の12ポンドアームストロング砲を有した、王立砲兵第4旅団、C 砲兵中隊は、マーサー大尉の指揮下、1861年3月に、第一次たらなき戦争に参加した。 マーサー隊は同砲兵中隊を率いて第二次たらなき戦争にも参加し1863年11月の失敗に終わったマオリ族の乱切り入り取りでに対する攻撃で戦死している。1864年1月には新型の単砲身モデル6門を装備した愛砲兵中隊がニュージーランドに到着した。ビクトリア植民地から購入した6門は 死及び I 砲兵中隊を補強した。戦争終了後もこれらの方はニュージーランドに残され、民兵用として使用された。ありがとうございます。